ベルセンターはカナダのモントリオールにある屋内競技場。NHL のモントリオールカナディアンズの本拠地として使用されている。こけら落としは1996年3月16日。以前はモルソンセンターと呼ばれていたが2002年9月1日にベルカナダが命名権を取得し、現在の名称になった。大会としての利用は1996年と2004年の アイスホッケーワールドカップ1997年の WWF サバイバーシリーズが開催された。2008年に行われた UFC83 では当時の UFC 史上最多となる観客動員数2万1390人を記録した。2009年には NHL オールスターゲームが開催された。エビクロノロジー HW ワールドワイドハブスファンズコミュニティアーカイブド2013年5月31日、アット・ザ・ウェイバック・マシン。 http://www.dessau.com/.en/.projects/.be, ll, c e n, t, r, e, hat, http://www.sn, c, la, v, a, l, i, n.com/.expertise.php, lang, イコール en, id イコール 11http コロンスラッシュスラッシュホッケー b a l l p a r k s c o m スラッシュ nhl スラッシュ m ontreal c a n a t i e n s スラッシュインデックス .htm ありがとうございます。